again. Redskins. みなさんこんばんは、親かねです。みなさん元気ですか？最近はちょっとこう朝とか夕方とか涼しくなってきて過ごしやすくなってきてはいるんですけど、こう日が暮れるのがちょっと早くなったりとか、あとはセミの鳴き声からこうスズムシの鳴き声に変わってきて、あーこれから季節が変わるなーと思ってちょっぴり寂しくなってるんですけど、でも秋はねすごいファッションが楽しい時期なので、そういう意味ではすごくこうちょっとワクワクしたりしてるんですけど、今日はこれからファッションが変わるにあたって、これからファッションが変わるので、こう夏服のコーディネートにちょっと小物を足して秋にも着れるコーディネートに変えるっていうこう変身っていうかトランスフォーメーションビデオをやりたいと思います。私自身は衣替えをしないタイプなので、夏服もちょっとこう小物を足して、なんだこの動き、小物を足して秋とか冬とかにも着れるようなコーディネートをそういえばしてるなと思って、今日はそういう提案をしたいと思います。で、今日紹介するテクニックはすごい簡単だけどガラッと印象が変わって、こう夏服を秋とか冬まで長く着れるようなテクニックなので、参考にしてもらえたらすごく嬉しいし、でまだまだ残暑も残る暑い日もある時期ではあるので、この元の夏のコーディネートも少し参考になったら嬉しいなと思います。それでは早速どうぞ。1コーディネート目は私の定番スタイルのデニムと T シャツ。 T シャツは古着でどこで買ったかは忘れちゃったけど、とっても気に入っていて大事に着ています。割と古くて生地が随分薄くなっているけど、その透け感も可愛いし、柔らかくなっているから着心地もとってもいいです。このデニムは気に入りすぎて、この夏週3もしくはそれ以上のハイペースで履いています。この太さとハイウエストなところと、あとシンプルなダメージが好きです。スニーカーもしょっちゅう履いているナイキのもの、白じゃなくてこの色味が自分の持っているアイテムたちと相性が良くて、ダサ可愛いを演出してくれるから、これを履くだけで今っぽくなります。この夏定番のスタイルを簡単に秋っぽくするのはナイキのトレーナー。8月の購入品のビデオでも紹介した古着のトレーナーです。このサイズ感とダークグリーンと白のコンビネーションが気に入っています。いつも自分が好んでいるサイズよりは小さめですが、ハイウエストのパンツとも相性がいいし、太めのパンツの時はトップスをコンパクトにすることでスタイルがよく見えます。トレーナーの下から T シャツの裾を出すテクニックはすごい簡単だけど、グッとこなれ感が出るのでおすすめです。コーディネートするときに色が何色もあるとごちゃつくから、ナイキのマークに合わせて白 T を選びました。あと個人的にはスポーツブランドのものを身につけるときはブランドを混ぜるのが好きじゃないので、トレーナーもスニーカーもナイキで揃えています。2コーディネート目は夏の定番白ワンピ。キュートだけどエレガントさもある絶妙なバランスが気に入っています。今回はストローハットを合わせて思いっきり夏っぽくしました。ガーリーなデザインのワンピースだけど、ハットのリボンと小物を合わせて黒にすることでコーディネートを締めて大人っぽく演出。カジュアル感をプラスするためにフラットサンダルを選びました。この思いっきりサマーなコーディネートを秋っぽくするのはこちらのアイテムたち。最初のコーデで履いたデニムとオータムカラーの小物です。素材感や色で秋を意識したハットやバッグなどの小物を加えるだけで、夏コーデもガラッと印象が変わります。これはすごく簡単にできるテクニックなので、いろんなコーディネートで試してもらいたいなと思います。ワンピとパンツ合わせるときはパンツの太さが重要です。あまり細身じゃない方がバランスが取れてスタイルもよく見える上に今っぽいです。今回はデニムだけど色や素材感でも遊べるので、コーディネートの幅が広がります。3コーディネート目はビッグサイズシャツとファッションアイテムとして定番化してきたバイカーショーツを合わせたコーディネート。私はあんまり足をよく出すタイプではありませんが、出す時は潔くバッと出した方が綺麗に見えます。
トライしにくいと思われがちなバイカーショーツだけど、デニムショーパンみたいな感じで考えたら結構使えるアイテムです。キュッとコンパクトなボトムスだから、オーバーサイズのボーイフレンドシャツ合わせてバランスを取りました。今回は今流行りのスクールガールっぽく白のソックスにスニーカーを合わせています。中は白 T でカジュアルにしつつ、バッグをまとらせにして少しフォーマル感をプラスしました。この夏スタイルを秋っぽくするのはこちらのジャケット。ミラの購入品のビデオで紹介したこのジャケットは、色味と形と絶妙なサイズ感が気に入っています。薄なので秋口にぴったりです。シャツとジャケットというちょっとカチッとした感じでも、バイカーショーツとスニーカー合わせてるので、カジュアルダウンしてデイリーに着られるコーディネートです。もっとカジュアルにしたかったら、もう少し大きめのジャケットを合わせるといいし、冬になったらこの上にライダースやコートを着て、ニーハイブーツを合わせたり、ソックスを薄手のタイツに変えたら、もうワンシーズンいけちゃいます。4コーディネート目は、楽チンオールインワンスタイル。オールインワンはそれだけで決まるから、コーディネートがすごく簡単です。リラックスして着れるものも多いので、夏にもってこいのアイテムです。今回はウエストが締まった形のフェミニンなオールインワンなので、ゴツめのブーツでバランスを取りました。バッグは流行りのオリーブカラーにして、コーディネートのポイントに。エレガントめの形をしたバッグを選ぶことで、カジュアルになりすぎないようにしています。これを秋っぽくするのはこのヒョウ柄のトップス。この形と素材感、そして子供っぽくないおしゃれなヒョウ柄が気に入っています。あんまり着回しができないかなと思われがちですが、中にトップスを着るとガラッと表情が変わります。タートルネックなので、オールインワンの V に開いた襟と相性が良く、袖が短めになっているのも、ヒョウ柄の見える分量が多くなりすぎないのでいいです。今回はヒョウ柄にしたけど、同じ黒で透け感のあるタートルネックのトップス合わせてもいいし、ネオンカラーなども可愛いと思います。冬は逆にトップスを脱いでヘビーなアウターを重ねて、中はゴールドやシルバーなど好きなアクセをじゃら付けしたら、クールなナイトアウトコーディネートにもぴったりです。はい、いかがだったでしょうか。トランスフォーメーション変身コーディネートのビデオでした。で、冒頭でも言ったんですけど、本当に簡単なテクニックなので、今日私が紹介した小物その通りではなくても、自分の手持ちのものでいろいろアレンジできると思うので、ぜひ皆さん自分らしいファッションを楽しんでいただけたらなと思います。で、ファッションビデオに関しては皆さんすごく見ていただいているのを知っているので、これからもっとコンスタンスにファッションビデオやりたいなと思っているので、こういうコーディネートが見たいとか、こういうことやってほしいとかっていうのがもしあれば、ぜひコメントの欄にリクエストをお願いします。それでは次のビデオまで、またね。絶対最後に使ってほしいな。